どうも、かけです。今回はですね、コースの予想、マリオカートデラックスに今後来る予想を Wii 編ということで、 Wii のこの上の16コースから来るコースを予想していた、したいと思います。では行きましょう。1つ目のコース予想はルイージサーキットです。ルイージサーキットはマリオカート Wii のキノコカップの一番初めにあるコースですね。さて、じゃあこのコースがなぜ追加されやすいかという理由について言います。1つ目の理由はマリオカートデラックスにルイージのコースがないからです。確かないはずなんですよ、ルイージってつくコースが。ワルイージピンボールとかそういうワルイージとかあるんですけど、ルイージのコースが未だにないわけです。なんでルイージのコースが来ると思うんですよ、多分いずれどれかの段には。その中でルイージサーキットが一番ウィーのこの来やすいかなと思います。その理由としても他にもルイージサーキットで言えばあるんですけど、まあ多分一番有名なのはやっぱマリオカートのルイージサーキットかなと思うし、その多分接戦するとしたらツアーに来てる DS ルイージマンション、こっちが来る可能性も全然あると思うんですけど、DS ルイージマンションはねじれマンションとちょっと被ってるので要素が。そう考えるとルイージ系で来るとしたらやっぱりマリオカートウィーからルイージサーキットかなと思いますね。で、2つ目の理由はですね、単純にコースが作りやすいから。これですね、このコースツアーにもリメイクされてないわけなんで、もう Wii だけなんですけど、もう言ってたらまあ走ってて見て分かると思うんですけど、ほぼもうあれ観客ぐらいなんですよ、作るとして難しいとしたら。でもこのコースとしてはもう完全にねシンプルなコースなんで、任天堂さんも作りやすい、リメイクしやすいコースかなと思うので、単純にもうルイージを置くだけなんで、このようにするのがまあ2つ目ですね。そのコースが作りやすい、単純にこれがまたいい点だと思います、もし来るとしたら。この2つから予想しますね。まああとはやはり Wii ではルイージサーキットってやっぱ Wii のコース有名だったんで、そう考えるとやっぱその人気からも来るんじゃないかなと思います。で、まあ例えばこのコースがもし来たとしても、このコネータとしてはともかくルイージが激しいよって言う、そのルイージの看板がいっぱいあったり、こうなんていうとこうルイージのでっかいゾーンがあったりするっていう、そこのことから、まあ、特にルイージファンにとっては相当嬉しいコースですね。僕もルイージ大好きなんで、やっぱこのコースはルイージのね主役のコースなんで、もう来てほしいですね、ほんと。まあ、最悪、まあ、違うコースになったとしても、僕はルイージのコースは来ると思うんで、さすがに。その中でもやっぱ一番ルイージの主張も激しいと思うし、このルイージサーキットが来てほしいと思いましたし、多分来る可能性も僕は全然可能性としてあると思います。二つ目のコースは、のこのこ岬です。まず、来ると思う予想一つ目は、マリオカートツアーにリメイクされている。まあ、これが一番でかいですね。例えばメイプルツリーハウスとかもそうだったんですけど、Wii のコースで来てるコースってもう大抵あれなんですよ、大抵リメイクされてるんですよ、ツアーで。ツアーでリメイクされて Wii で来るみたいな感じなんで、もうそれがまず一つの理由ですよ。ツアーで来てるって来やすいかなと思います。で、このハーフパイプとかね、問題もちゃんとあのメイプルツリーハウスとかメリーメリーマウンテンがある通り、もうそこも全然問題ないかなっていう感じですね。2つ目の理由としては、マリオカート8ドラッグで水中コースが少ないっていうんですよね。水中コースだと下手したらドルフィン岬とウォーターパークぐらいしかないので、エルデラックスには水中コースが少ないわけですよ。なんで水中が得意なマシンが例えばあまり役立たなかったりしているわけですよね。そう考えるとやっぱりその水中コースを追加させて、そのマシンにもちょっと使えるようにしたいし、水中コース自体が少ないわけなんで、その水中コースの中でも福袋にもノコノコビーチとかありますけど、やっぱりそのツアー、いつともツアーに来てるんですけど、その中でもやっぱ一番なんかね、のこのこ岬が、その、平面の時は平面、水中の時は水中として湧きやすくて、うん、その、一番ね、その、人気だと思うし、その中でもやっぱその水の中でも、来やすいかなと思います。で、三つ目の理由としてはですね、その、まあ、やっぱさっきと同じですけど、のこのこのコースもやっぱりいろいろとありますね。のこのこビーチとか、のこのこ岬、まあ、2個なんですけど、有名なんで、この2つ、もう来ると一緒に同時にこのパタパタが映ってるんですけど、ここに。パタパタがもしキャラで追加されたら一緒にのこのこ岬って来るって可能性もありますよね。それと、もう一つの予想としては、パックン神殿。ツアーに来てたパックン神殿が来なかったんですよ。で、来ないと思うんですよ、あのコース。ヨッシーアイランドが来たんで、ツアーがパックン神殿。エイトラクスはヨッシーアイランドだったら、パックン神殿が来ない、今、このように。あのこのいろんな敵、クプクとかもう来ないわけですよね、実際、のこのこ岬も来なかったら、クプクラグみたいなやつですけど、なんで、パックン神殿来ない今、来ない予想ですけど、来ない今、のこのこ岬はもう来る可能性が大だと思うんですよ、この中では。パックン神殿だったらもう出てるんで、コースが。
この3つからのこ4つか、ここからのこのこめだけが来ると思います。まあ、このネタとしてはですね、やはりこのコースは、何といってもこの後なんですけど、水中を走るので、水面を走るので、ここでアイテムが流れるので、このアイテムが流れて、アイテム戦が激しくなったり、取るのかなとかなったりして、ところがこれですね、ショートカットまでながら、この水面を走る。これが独特な特徴ですね。でも一応あとですね、ここがセブンとかツアーだったら水中に変わってるので、この雷からこの奥だったらこの土なんですけど、水中に変わってるのでそっち仕様になるかなと思うんですけど、まさかこれでウィー仕様になったらもうウィーファンはうおーってなりますよね。まあでショートカットとかはもうこのコスリー面を、まあ、コスリー面かなりきついんですけど、こうやってもうキノコなんて気持ちよくわかってこんな感じで、まあショートカットもあるよっていう。1つ目のコース予想はカラカラ遺跡です。まあ、まずなぜ来るかという理由、まあ、来る予想ができる理由としての2つ目は、まあ、ウィージサーキットとはまた別の理由なんですけど、カラカラ砂漠、チーズランドなど、まあ、リオカズでいただくときには打開コースというか、まあ、砂漠コースが多いですよね。その中だったら最後の砂漠コースとしてこのウィーカラカラ遺跡が採用されるんじゃないかなと。もし砂漠コースが来るのであれば、このウィーカラカラ遺跡、まあ、DS 炭酸砂漠とかもあるんですけど、その中でもやっぱウィーカラカラ遺跡が砂漠系では来やすい。もうサンボとか敵もいるし、そのやっぱね、この普通の打開コースと違ってこう、ね、道上行けたり、ショートカットもそのこんな感じでね、もうすごいショートカットとかもあるんですよ。この特徴的なこのようなことから、もう実際そのほぼまんまウィーのまま出しても全然コースとして成り立つと思うので、エイドダックスで、まあ、そのことから1つ目の予想はカラカラ遺跡が来るかなと思います。で2つ目の理由としてはですね、やっぱこれはさっきの理由と被ってるんですけど、砂漠コースがなんか来やすい感じがするんですよ。エイドラックスの追加パス見たらカラカラ砂漠が来たんで、だから砂漠コースもう1コース入れそうかなと思って、やはりこうカラカラ遺跡もほぼ理由さっきと言ってたけど、砂漠コースをもう1個入れるとしてはここで、砂漠コースが来る予想として、その中でもこれがカラカラ遺跡で、3つ目の理由ですね、ハーフパイプをうまく使え、まあ、ハーフパイプでこんな感じで、そうなんですけど、ハーフパイプをよりそのザあのよりバンって任天堂さんが見せたいかなと思うので3つ目ですね。このハーフパイプのコース、まあ、スノーボードクロスとかもそうなんですけど、ハーフパイプでより自由と、ハーフパイプで自由なことができるような感じを見せたいっていうのが僕の中であるんですよ。今のところメイプルツリーハウスとメリーメリーマンデー、ただ単純に飛ぶだけなんですけど、まあ、この場合だとこんな感じで行ってまたハーフパイプ乗るみたいな、ハーフパイプを活躍させるコースとしては、このコースとしてもまあスノーボードクロスほど活躍はできないけど、あれぐらいの活躍はできるみたいな、ちょうどのところから3つ目の、そのハーフパイプをよりその特徴的に出したいと任天堂さんが思ってる可能性があるかなと思って、3つ目はこのコースですね。その3つの理由からカラカラ遺跡が来やすいかな。まあ、あと単純になんかもう本当かな、これは個人の意見ですけど、なんかカラカラ遺跡紹介されそうみたいな。なんかもうそんな感じですね。理由、まあ、それ以外は砂漠コースが多いって理由が一番ですけど、まあ、そんな感じですね。で、このコースがこれだとしてはもう、ね、やってる人はわかると思いますけど、どこか打開が強いよっていうのと、相当すごいショートカットとかもあるんですけど、例えばですね、このまあ、初めのあったすり抜けっていうのはちょっとした地味なショートカットもあるんですけど、まあ、それはそれはある、まあ、それもすごいんですけど、まあ、このコースの何ていうの特徴はですね、まあ、まずこのようにもう砂がもう埋まるとかいう1レース目2レース目3レース目で、やっぱ面白い仕掛けもなんか Wii 専用なんでウィートラックに来そうですよね。でもう何よりもいけるかな、いけるかな、驚くと思うんですけど、ここなんですか、どうだろう、ちょっとやってみます。あ、いけなかった。上行けるんですよ、絶対。マシンが悪かったけど、行きましょう、上に。上行けるんで、なんかこうやってね、特大ショートカットが緊張でマジで強くて、この上のこうずっと走るみたいな。もうどこ走ってるんだよって話なんだけど、こんなこともあって、その上勢からしたら、大会コースの中でも、この道じゃない場所を走るってことで、これもし来て、あったら暑いですよね、行ってなくて。まあ、そのことから、このコースは来やすいかなと思います。最後のコースはリンボールです。まずここが来る一つ目の理由としては、もう人気。もう、これに尽きます。
もう一つ目ですけど人気、多分ね、Wii レインボーロードの中でも、まあ、レインボーロードの中で一番人気なんじゃないかなと思うんですよ。もちろんダブルダッシュとかも人気なんですけど、その中でも一番人気なのはやっぱりこのエイジで、エイジが Wii のレインボーロード。Wii が確か国内では確か一番、国内で世界では多分一番ウィードラックスが出るまで売れていた作品なんで、もう超有名です。もうともかく有名なレインボーロードで言えば、ここが出るんで、マリオカート知らない人でも、ここね、みたいな感じで、有名度から持ってきて、サプライズ的な感じで、任天堂さんが最後にレインボーロードをザン持ってきましたよっていうので、来る可能性が一つ目です。二つ目はですね、なんとツアーに来たってことです。ツアーに、このコースは来たんですよ、ついに。もうそれがでかいですね。ツアーに来たことにより、全然リメイクしやすいということです。で今、ここ、今落ちたんですけど、ここあるじゃないですか。ここですね、多分、エイトデクって、ここが無理だから、無理かなと思ってたんですけど、このハーフパイプの、これが。これが、ツアーで可能だったんで、まあ、ちょっと仕様は違うけどね。可能だったんで、そのことから2個目は、もうツアーで完成されたってことですね。まさか、ツアーでレインボーが完成されたので、それにより8レックでもぐんと Wii の要素は捨てずにツアーでアレンジしたので、それを8レックちょびっとアレンジしてくる、もうツアーで完全にコースは整ったというのが2個目の予想です。で3つ目の予想ですね、音楽ですね。やっぱ人気なのもあるんですけど、Wii の特徴がいっぱい出てるコースかなと思います。こんな感じでくねくねの場所とか、やっぱハーフパイプとかもあるんで、Wii のやっぱ代表コースといってもルイリサイキットなんですけど、普通のキノコカップの、ただもう最終コースとしてもう難易度も、まあ、当時は桁違いの難易度でしたと。なんかその思い出補正とかもそういう、みんなのその皆さんのその意見を聞き入れれば、人気の理由は似てますけど、皆さんのその思い出補正とか、未だにやっぱね、曲とかもこれレインボーロードの確かフレーズが、マリオギャラクシーのフレーズが入ってたり、曲に入ってたり、例えばですね、マリオブラザーズ Wii のワールド Q では、このレインボーロード Wii の曲が一部入ってるシーンがあったりしたはずなんですよ。そのことから、レインボーロードだけではなく、マリオブラザーズ、マリオギャラクシーなどにもあって、例えばなんですけど、ソニックのゲームでしたっけね、なんかでもこの Wii レインボーロードが紹介されてるんですよ。もうそのことからもう格が違うぞ、いつものレインボーロードとは。有名度もその他社に行ったり、マリオカート以外のところでも有名なレインボーロードってことから、やっぱさサプライズ枠で来ると思います。でさっき落ちちゃったんでキノコなかったんですけど、このコースのポイントとしてはこれですね。できるかな、これ大ジャンプです。64以来の大ジャンプ復活、 DS にもちょっとあったんですけど、大ジャンプっぽいのはこれがあるんですよ。もうこれがね、Wii勢からしたら貴重的な大ジャンプでしょう。他にもあるとしたら、ここをテイク出しまくったりしてするのと、あとは、こうか。こんな感じでいくと、コースをショートカットできるみたいな。これもね、キノコチャンネルだけショートカットができたから、できたらいいなと思いますね。多分で、こことかは、大砲仕様なんで、グライダーになると。まあ、このことから、レインボーロードは来ると思います。ということで、今回はここまでなんですけど、まあ、リンボーロード、ルイージサーキット、ノコノコ岬、カラカラ遺跡の4つを紹介しましたが、どれも全然可能性はあるし、その中でも1つでも当たったらもうね、まあ、自分で言うのもなんですけど、すごいかなと思うんで、もうこの中、Wii の中では、メイプルツリーハウスが来ているコースを除くと、この4コースのうちのどれか1コースは来ると思います。ほぼ確実だと思います。もちろん、今回コース紹介しなかったコースも来る可能性もありますけどね。なんで、まあ、よければ月もね、月は、例えばなんですけど、出すとしたら、今回紹介しなかったコース、なぜ紹介しなかったか、来なかった理由があるとか、実はこういう理由で来ない可能性があるとか、もうね、飾ろうと思うので、もし要望などがあれば、もしかしたら番外編など作るかもしれないんで、ぜひチャンネル登録して待っていただくとありがたいです。ということで、今回はご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。動画見てくれて、Thank you! じゃあねー。